はい。ダイワピアラブです。ジャーナリストの田原総一郎さんが朝まで生テレビで公明党の議員に統一協会と創価学会はどこが違うんだとツッコミを入れていました。 えー、公明党の議員は、えー、まあ、結構ね、たじたじになっておりました。えー、田原総一郎さんはね、えー、さらにね、えー、総科学会は、えー、寄付のね、上限額などを決めてるのかと、いうことを聞くと、えー、公明党の議員はね、えー、上限などは決めてませんと、いうことで、 うん、答えておりました、うん。で、その後にね、公明党の議員が、えー、寄付はね、えー、真心で、えー、していただいてますっていうことを言ってました。うん、で、まあネット上ではね、田原さんが、えー、よくね、突っ込んだっていうことで話題となっておりました。うん、なのでね、まあ 統一協会も総価学会もね、まあそんなに違いはないっていうことなんですよね。うん。まあ、その統一協会と総価学会っていうのはね、まあもともと一心同体であるっていう組織であり、えー、非常に近い組織なんでね、うん。だから公明党の議員もね、あの統一協会のイベントに出席してたりとか、 うん、してましたよね、うんえー。そちらのね、田原総一郎さんが突っ込んでいる映像については、えー、YouTube の概要欄の方に記事のリンクを貼っておきますので、そちらの方もご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。